中国国民はプライバシーがありません。フランスのある大学の講義室で東洋人の学生が教授に向かって叫んでいます。学生の話を聞いていた教授はついに我慢できず中国の現実を赤裸々に語り始めます。慌てた生徒は結局涙を流しながら講義室を抜け出してしまいます。どんなお便りなのか一緒にご覧ください。こんにちは。私は社会学を勉強している大学生です。様々な社会文化と各国の実情について包括的に勉強します。これまで知らなかった外国の特異な制度や特徴を聞いてみると、授業もとても面白くて、また驚くべき事実も知ることができます。ある日、教授が休み中に特別講演があるとおっしゃったんです。治安の良い国とそうでない国には、社会的にどのような特徴があるのか、比較する内容でした。特別講演ということもあって、専攻科目に関係なく誰でも自由に講演を聞くことができました。学校で一番大きい講義室は、休み期間中にもかかわらず、学生たちでいっぱいでした。みんな、国際社会に対して、関心を持っているようでした。教授は講義を始めながら、まず、治安の良い国は、どこか知っている範囲で話してみろと言いました。多くの学生が、スイス、日本、シンガポールなどの国を挙げました。教授は、学生たちが言う国は、すべて治安が良い国だが、その中で、特に日本の治安が良いと話しました。その話に、あちこちからそうだという声が聞こえました。実は、アジアにある国については、あまり知りませんが、日本はフランスの友達の間ですごく人気がある国なんです。それで教授が日本が治安がいいという話をすると学生たちが喜んでいたのです。教授は日本という国はアメリカ人やヨーロッパ人が行けば適応しにくいほど全く新しい世界だと言いました。すでに全ての学生たちは興味深い目で教授を見ていました。教授は講義を続けました。実際にフランスの学生が日本に行くと一番適応しにくいのがこの治安です。想像もできないほど安全な国なんです。皆さんは夜何時まで一人で外を歩けると思いますか？と質問されると学生たちは路地のようなところは昼間でも不可能だ。暗くなったら一人で歩き回るのは絶対危険だという声が多かったです。また、繁華街では一人で行っても、強盗に遭うことはないだろうという話もありました。共通してどこへ行っても、昼夜を問わず、スリには気をつけなければならないという意見が出ました。すると、教授は笑いながら今、出てきたすべての意見が、日本では該当しない話とおっしゃったのです。日本は遅い時間でも、自分が行きたいところに、一人で行けますと続けて説明をしようとすると、突然一人の学生が手を挙げて、すみませんが、講義を始める前に、必ず先にしなければならない話があるのですが、してもいいですか？というのです。教授は一瞬戸惑ったようでしたが、講義が始まる前にしなければならない話だというので、それでは先に話をしてみなさいと時間をくださいました。すると、その学生は、教授が世界で治安が一番良い国は日本だとおっしゃっていることからが間違っているようで、手を挙げました。最初から間違っているので、その後の話もまともなこと、長いと思ったのでというのです。実際、教授にこんなに無礼に話す学生を見たことがなかったので、講義室のすべての学生は、呆れた表情を隠すことができませんでした。教授もやはり、非常に驚いたようでした。しかし、すぐに落ち着いた声で、それでは何が正しいと思うか、学生が先に話してみますか？と言うと、はい、私が正確な事実を話してみますと言って、講壇に上がってきました。それから興奮した表情で話を始めました。私は中国人で、今学期からフランスに留学することになりました。まず、中国という国は、本当に優れた国です。世界の優秀な文化は、中国に由来するもので、各国の伝統料理というものも、やはり、中国から始まったものが、ほとんどだと言えます。中国は広い土地の塊と同じくらい多くの少数民族が住んでいます。だから多様な文化と食べ物が存在していて、それらが世界の他の国々に伝播し、各国に影響を及ぼしたのです。それでも中国は実は平和を愛する民族です。
所有権を主張して元祖を主張するなら他の国は争いを始めるでしょう。でも中国はそうはしていないですよね。世界平和のために他の国で自分たちが作り出したという全てのことをただ何の代価もなしに見逃しているということです。実は中国がその気になったら不可能なことではありません。今アメリカが世界最強国だと言っていますが、正面から両国がぶつかれば私は中国が絶対に勝つと思います。ところでもしそのようなことが起きたら全世界的にどれだけ大きな被害を与えるのでしょうか。だから平和のために中国が寛大な心を持っているということです。このように中国は根本自体が平和を愛する人々なので、本当に治安が良い国は中国です。ところが世界で治安が一番良い国を日本だとおっしゃると、当然私は気分が悪いです。毎回広い心で我慢してあげているので、あまりにも馬鹿にされているような気がして一言言いたかったです。中国はそれこそ平和な国です。中国の地下鉄は犯罪がないという話を聞いたことがありませんか。それは事実です。世界で唯一中国の地下鉄は防犯カメラで人々を記録しており、徹底した所持品検査を行っています。だから地下鉄内で犯罪は起きられません。最初から危険なものを持って乗ることもできず、酒に酔った人やホームレスも地下鉄を利用することができないということです。中国全土には防犯カメラが設置されています。この防犯カメラの技術は独歩的だと言えます。光彩認識をはじめ顔認識技術まで持っているんです。だから路上に数百人の人が歩いていても防犯カメラで撮ればその人の情報を確認できるシステムだということです。これはどれほど素晴らしい技術でしょうか。もし信号を守らない人やルールを破る人がいたら捕まえることができるのです。中国には建物や路上に大きな画面を設置し、もし秩序を破る人がいたらすぐに画面を通じて心情を公開します。二度と秩序を破らないようにする非常に珍しく驚くべき技術力です。しかしどの国もそのような技術力に従う国はありません。中国はこのようにどこへ行っても防犯カメラによってとても安全で楽な生活ができる国なんですよ。しかし日本はそうではありません。日本について教授を含め多くの人が誤解しているのがまさにその治安です。日本は安全な国だと思っている人があまりにも多いので、この問題を深刻に考慮しなければなりません。日本が安全であることはすでに30年前の話です。今日本は完全に経済が崩壊している状況です。つまり人々の心に余裕がなく、誰かのお金を盗みたいと思っているとか路上で生活をしているという話ですよね。実際今日本がそういう状況です。路上にホームレスが多すぎて街を歩くと恐怖を感じます。彼らは観光客にたかってきます。そのため街を出歩くことは危険です。またカバンや財布などを盗むために血眼になっています。もし日本の空港について運転手さんやガイドのように見える人がカバンを持ってくれるのを手伝ってくれると言ったら断らなければなりません。アメリカやヨーロッパ人は日本人はみんな盗みもせず親切だと誤解していますが、そのような考えを持っていればすぐにスリに遭う可能性があるということを知らなければなりません。そして日本人が他人のものをよく盗むことができる理由はまさに日本には防犯カメラがないからです。日本はすでに経済が数十年前から止まっている国なので、それ以降は発展がないと考えればいいです。当然中国のように先端装備はありません。ですから監視カメラがあるとしても偽物である可能性が多く、その水準があまりにも粗末なので映像では絶対に人を区分することもできない状況です。中国の場合は光彩まで認識できる水準なので顔の小さなほくろまで区別できます。でも日本はそういうのは不可能なんですよね。日本には最初からそのような技術自体がないと考えればいいです。だから日本が治安がいいということ自体とんでもない話です。教授は無責任にそんな話をして、教授の話を聞いて日本に行く学生たちがいたらどう責任を負おうとするのかわからないですね。日本に行く気があるならむしろ安全で綺麗な国中国に行くことをお勧めします。
中国は見知らぬ外国人も安全に守ってくれる国です。当然、日本より治安は確実に良いと思ってくださいと言い、自分の席に戻って座りました。教授はマイクを握り、しばらく何も話せませんでした。その姿を見た私たちは、本当に中国人学生の言うことが正しくて、教授は何も言えないのではないかという疑念を抱きました。その瞬間、教授は今、私はあの中国人学生にどこから間違っていると指摘すればいいか、本当に困っています。まず、中国で防犯カメラで、人々のあらゆる情報を調べることができるというのは、正しい話です。しかし、他の国で技術力が不足しているため、そうしていないというのは、全くの間違いです。すでに、他の国で、虹彩認識と顔認識は実用化されている技術であり、特別な技術ではありません。では、他の国でそうしていない理由は何でしょうか？それは、プライバシーを守るためです。どうして国という立場を利用して、個人の私生活を勝手に覗くことができるのでしょうか？中国人は、それがなぜ問題なのか、認識していません。ですから、中国人は、常に中国は、防犯カメラで監視することを安全だということを強調しています。しかし、このことは、アメリカやヨーロッパ人が聞いた時には、あっけに取られるほど、奇怪で未開なことです。地下鉄に乗るたびに、自分の個人情報が流出し、また他の人々が見る前で、自分のカバンのものをすべて取り出し、警察が勝手に探るのも、何の問題もないと考えているということなんです。中国は自分たちが自由に暮らしていると思っていますが、実は中国は自由というものがない国です。今あの中国の学生がどうして日本のことをあんなによく知っているかのように話しているのでしょうか。それは日本に行ったことがないからです。日本に一度でも行ってみたら、自分の言うことが全て間違いだということがわかるでしょう。でも、堂々と日本について間違った情報を話しているじゃないですか。それは実際に日本に行ったことがありませんが、中国で間違った情報を聞いて、事実だと信じているからです。中国はメディアとインターネットをコントロールしている国です。理由は国家の安全と社会の安定に脅威を与えかねないということです。これは中国は個人の考えや批判の自由を認めないという意味です。実際に中国の体制や政治関連の文章を書くことは許されていませんよね。また政治思想教育のために常に強調しているのが中国は世界最高の大国で他の国は全て中国の下の国だと強調しています。特に自分たちよりもっと発展した先進国である日本に劣等感があるから、特に日本に対して偽りの扇動を日常的にしています。中国人の学生に聞きたいことがあります。そんなに中国が安全な国ですごい国だとしたら、なぜ外国に留学してきたのですか？そして、なぜ中国での講義時間には、今のように自分の意見を隠さずに話すことができなかったのでしょう。多分今フランスに住んでいながら、本人も感じているに違いないと思います。もし中国に行って、自分のやりたいようにできず、自分の一挙手一投足が、すべて監視されているとしたら、それでも我慢できますか？すでに、他の国ではそうではないということを知っていながらも、中国で暮らせるかと聞いているのです。そして、さらに勘違いしていることがあります。そのように取り締まりをしている中国は、凶悪犯罪率が日本よりもはるかに多く起きていて、ゴミを捨てたり、路上で排泄をするというとんでもないことが、非常によく起こっているということです。しかし、日本はどこへ行っても、ホームレスを見るのは簡単ではありません。そして、日本人は路上にゴミを捨てたり、割り込みをするなどの行動をする人を見ることができない国です。私が最初に言ったように、こんな世の中が存在するということがあり得るのか、という気がするということです。日本が治安が良い理由は、防犯カメラのおかげではありません。日本人は、初めから自分のものでなければ、持っていきません。それで、他の人がなくした財布を見ても、当然のように持ち主に返さないといけないと考え、誰かの顔色を伺って盗んでいくことはしないということです。カフェのテーブルに、車の鍵と、携帯電話が置いてあるからといって、それらを見て盗むこと自体を考えない国が日本だということです。そして、日本が滅びたという国も、中国だけです。
日本と中国の GDP の差がどれくらいあるか知っていますか？正直に言うと、中国と比較をするということ自体も話にならないほどです。だから日本は中国を馬鹿にしているのではなく、最初から相手にする必要がないほど差がある国だということです。中国人学生はどうかもっと調べてほしいです。そしてこのような無礼な行動を二度としないことも願います、という言葉で締めくくられました。結局中国人の学生は反論もできずにそのまま逃げてしまいました。日本から来たの？あの汚い国から。ある講義室で学生たちが日本人女子学生一人を真ん中に置いて、日本は汚い国で未開の国だと悪口を言っています。日本人女子学生は何も言えずにただやられています。しかし翌日スーパーで日本人女子学生の実態を見た学生たちは皆彼女の前にひざまずきました。何を目撃したのか一緒にご覧ください。こんにちは。私はフランスの大学に通っているイザベルと申します。私は会計学を勉強していますが、実は頭を使うよりは活動的なことの方が好きです。それで学校生活以外には料理も習っているし、運動もしています。同好会の集まりのようなものに加入して、いろいろな友達と一緒にいたようなことを経験し、かなり充実した楽しい時間を過ごせて、周りの人とも親しくなったりできます。先日、私の学校で世界料理セミナーが開かれるという知らせを聞きました。私たちを指導してくださる先生も参加するというので、一緒に講演を聞いてみようと誘われました。そうして私たちは、そのセミナーに行くことになりました。ところが、私たちのグループに、日本から来た桜という友達がいるんですが、桜は普段あまり口数が少ないので、その日のセミナーに参加することも知らずにいました。でも行ってみたら、桜はもう来ていました。私たちは、まず昼食をとり、講演会場に行くことにしました。以前から桜のことをやたらと妬んでいた、ジェシーという友達がいますが、私の知る限りでは、二人は同じ学校に通っているのに、桜が成績優秀なので、嫉妬しているようでした。でも、実は私の学校でも、いつも日本人の友達が上位にいるんです。その友達は、私たちが難しがる問題も、すべて基本常識として知っているということで有名です。それで、いつも奨学金対象者に選ばれているという話もあります。ですから、桜もやはりズバ抜けて、良い実力を持っているはずで、そういう点が、ジェシーには不満だったようです。気に入らなければ、遠く離れて相手をしなければいいだけなのに、ジェシーは桜をいじめたがっていました。結局、食事中に桜に日本には腐った豆の食べ物もあるよね。あんなに気持ち悪いものをどうやって食べるの？という話をするのです。その瞬間、私たちは皆固まってしまい、桜の顔を見ました。こんなに無礼で、無知な質問をする友達を初めて見た私たちは、一瞬何も言えなくなりました。ところが、桜は笑いながら、それは腐っていると言わずに、発酵させたというのよ。そして、科学的にも、かなり栄養が豊富な食品として知られていて、今では、海外の人も、たくさん食べると聞いているけどと話していたんです。桜の反応があまり平然としているせいか、それとも自分の言い分がないせいか、ジェシーはふてぶてしい表情でもう一度桜の機嫌を損ねるような関係のない人種差別的な質問をしました。日本人は目もよく見えないはずなのに、どうやって技術力がいいって言われるんだろう？と、目を横に引っ張る真似をしていました。そのポーズには、みんなジェシーにブーイングを送りながら、何をしているんだと止めました。すると、さらに腹が立ったのか、ジェシーは止まらず桜に、日本食は根拠がない全部生ものばかりだと言っていました。そんな変な雰囲気の中、講演の時間になったので、講演会場に向かいました。ところが、多様な国の食べ物について講演をして、自由に討論をする時間が与えられると、突然ジェシーが手を挙げて、フランス料理に対して、興奮しながら話を始めるのです。そして、アジアの料理と比べるのは、気持ち悪いという話をしました。特に、ジェシーは、日本料理に対して、非難を続け始めました。料理の討論の場だったことを忘れてしまうほど、ジェシーは、突然、アジア諸国を低評価しました。まともに生活できない国で、得体の知れない材料で作った料理と、
フランス料理を比較するなんてありえないと思う。あえて腐らせた食べ物を固有の食べ物だと考える人たちと、何の対話ができますか？と言っていました。突然、公園上の雰囲気は、ジェシーの言葉が正しいというように頷く人々がいて、抗議をされた教授は、硬い表情でなぜそのように考えているのかを尋ねられました。すると、ジェシーは待っていたかのように、話を始めました。私は先日、中国に行きました。ところが、彼らを見て、私は初めての感情を感じました。本当に未開だと思ったんですよ。本当に深刻で、空港に到着した時から感じました。入国場に入るのに、列に並ぶのも無駄だったんですよ。後から来た人たちが皆、外国人の前に割り込みをしたんです。おそらく、外国人は、自分たちに何も言えないと思ったのでしょう。堂々と割り込みをする姿を見て、すべての外国人は本当に情けないという表情をしていました。そうやって外に出てガイドさんに会ったんですが、ガイドさんからバスの運転手さんまでみんな髪を洗っていないのか、油だらけの髪を見て吐き気がするのをやっと我慢するほどでした。私たちは宿に入る前に有名だという北京ダックの家に行きました。私はすごく期待していたんですが、アヒルだと思っていたのですが、サイズが小さすぎて、もしかしてアヒルではないものを使ったのではないかと疑われるくらいで、一緒に包んで食べる野菜は表面が乾いていました。それでも料理に興味を持っていた私は大きな失望をしましたが、他のところはこうではないかもしれないと思い、あまり気にしないようにしました。しかし、夕食のために立ち寄ったレストランはさらに最悪でした。火鍋を食べに行ったんですが、料理が出てきて食べるまでは何ともなかったです。でも、トイレに行くために食堂の裏側に行った瞬間、私は食堂の厨房を見てしまいました。汚いまな板で魚を切っていて、床も生臭い匂いと、ハエが湧き立っていて、ゴミ箱なのか、食べ物を入れておく箱なのか、区分できないものもありました。私はすぐに店から出てきました。中国は世界一多くの食材があり、たくさんの料理があると聞いたのですが、こんなにゴミのようなものまで材料にするとは知りませんでした。中国人はどこでもうるさかったし、守らなければならないことを守る人たちではなかったんです。中国というとアジアで一番大きい国ですが、そういう中国がそうだったら、日本はどうなんでしょうね。行かなくてもわかるでしょう。だから、もともとアジアの国は、そういうレベルだと考えればいいと思いますというのです。ジェシーの話を聞いた人たちは、彼女の言葉を理解しているかのようにうなずきながら、正しいと同調し始めました。すると教授は突然講義室にあったプロジェクターを起動させました。何も言わずに映し出された映像には、ヨーロッパの有名シェフたちと料理研究家たちが一緒に多様な料理材料と食べ物を評価する内容の映像でした。日本で日本料理を食べたシェフたちは口を閉じることができず、最高だと何度も言いました。そして日本の発酵食や新鮮な寿司などの日本食の素晴らしさを語っていました。講義室にいた全員は完璧な証拠を見ては何も言えず、ただ、うっとりと映像だけに集中していました。私も、日本の食べ物と材料を見ているうちに魅了されてしまい、日本の職人精神について知りたいと思いました。講義が終わって、私たち同好会の人たちは、一緒に集まりました。その場で、他の友達が、ジェシーに桜に謝らなければならないんじゃない？さっき、君が言った言葉は、すべて中国の話だったじゃないか。そして、日本の食べ物がどれほどすごいかを見た以上、あなたが桜に大きな過ちをしたような気がする。そして、何も知らずに、ジェシーの話だけ聞いて、桜を傷つけたことに対して、私たちも謝るつもりと話し、友達たちは、桜に謝りました。桜は、みんな誤解をせずに謝罪までしてくれて、本当にありがとうと言っていました。しかし、ジェシーは、プライドのためか、何も言いませんでした。私たちは、ぎこちない状態で、宿舎で食べる食べ物を買うために、スーパーに行きました。私たちは、桜に日本料理を作ってくれるかどうか頼みました。桜は、とんかつとうどんを作ってあげると言って、材料を選びました。私たちは、おやつや飲み物なども買って、スーパーから出たんですが、遠くからうるさい音が聞こえるんです。近くに行ってみると、ホームレスのようなおばあさんに対し、
怖い顔の男性が叫んでいました。私たちは近づいて様子を見ました。男性が財布をなくしたが、おばあさんが持って行ったと主張していました。ところが、おばあさんはとても悔しがりながら、絶対に自分は財布を盗んでいないと言っていました。しかし、男性には通じませんでした。今にもおばあさんを殴りそうな勢いで飛びかかって、怖がらせていたんですよ。私たちは皆、恐ろしく叫ぶ男を見ていましたが、怖すぎて止めることはできませんでした。ところが、その時、その男のカートの中に、財布があるのを、店員が発見したんです。男性は、決まり悪そうに笑って、自分が誤解をしたと言って、そのまま、その場から立ち去ろうとしました。その姿に、おばあさんは、床に座り込んで泣き出しました。起こそうとしたんですが、全身の力が抜けて、起き上がれなかったんです。それでも怒った男は、謝罪の一言もなく、そのまま帰ろうとしていました。その瞬間桜が突然出てきて、その男性の前に行き、早くおばあさんに謝ってくださいと言うのです。私たちは皆、びっくりして桜を止めました。すると、男が急に桜に近づいてきたんです。それなのに、桜は逃げず間違えたことがあれば、謝らなければならないのに、なぜ謝らずに、私を怖がらせるのですか？怖がらせるときは堂々としているのに、ごめんなさいという言葉は言えないんですか？いっそのこと謝罪を一度された方が、もっと紳士的に見えると思いますと言ったんですよ。ところが、大声というより、その男に説明をしているように見えたし、男も桜に、それ以上恐ろしい行動をしなくなったのです。桜は、おばあさんを抱えて、椅子に座らせてくれれば、私が落ち着くまで、そばにいます。おばあさんがどれだけ傷ついたでしょうか。だからそのまま行かないで、おばあさんにきちんと伝えてくださいと、静かに言ったんです。すると、男性がおばあさんを抱きかかえて、近くの椅子に座らせ、大声を出して、誤解して申し訳ありませんと話し、おばあさんが買ったものを計算し、桜には自分のカゴにあったチョコレートの箱を一つ渡したのです。桜は礼儀正しい姿でその男性に感謝していると話していましたが、あまりにも意外な姿に私たち全員が驚きました。私は桜に怖くなかったかと尋ねました。すると桜は怖くて倒れるかと思ったけど、それでもおばあさんを見たらそのまま通り過ぎることができなかった。私、今もすごく震えてる。と言うんです。その男性がスーパーを出ると、他のお客さんが桜に駆け寄り、すごいと言ってくれたり、小さなおやつなどを買ってきてあげたりするんです。私は桜のその姿を見て、本当に尊敬しました。私たちは皆、宿舎に帰ってきました。一緒に夕食を食べて話しているうちに、ジェシーが桜に謝りました。その姿を見て、皆驚いたんですが、桜はジェシーが恥ずかしくないように、謝罪を受けた後は何事もなかったかのように接していました。私たちは桜の新しい姿を何回も見て、いろいろと意味のあるセミナーに参加できたなと思いました。それから次の同好会の集まりがありました。その時、ある友達が急いで入ってきて、今週日本に行ってきたというのです。そして、桜になぜジェシーが中国のことを話して、日本も同じだろうと言った時、何の言い訳もしなかったの？私は今回日本に行ってみて、本当にびっくりしたよ。日本はこれまで私が思っていたのとは、あまりにも違う国だったと、興奮して話をするのです。他の友達は、みんなその友達の話が気になっていました。その友達は、私はこの前ジェシーの話を聞いて、実は少し日本に行くことに構えていたの？どんなことを経験しても、あまり驚かずに受け入れようって。空港に降りて割り込みをされると思っていた私に、日本人夫婦が自分たちの前にどうぞと言って、慌てる私にただ微笑んでいた。入国場を出る間、誰一人も割り込みをする人も見なかったし、私のように外国人に順番を譲ってくれた人たちを何度か見かけた。そして日本の道路は本当にできたばっかりのように綺麗だったの？割れていたり壊れたところがないというのが、とても不思議じゃない？日本では、もし亀裂が入った道路があったら、担当の公務員が出てきて、すぐに修理してくれるんだって。日本はどこに行っても、全部綺麗で清潔だった。それで、私は日本人がすごいと思った。日本人たちは、路上にゴミを捨てる人がいないよ。自分のゴミは、ポケットに入れるか、カバンに入れて持ち帰るの。
だから日本人は基本的ルールをちゃんと守る人たちだよ。そうやってお互いが不便にならないように配慮しながら暮らしているから、日本はどこへ行っても綺麗で親切で安全だよ。実は旅行が終わったけど、もっと長くいたいって切実に思ったよ。それに食べ物は本当に素晴らしかった。私は日本の食べ物を見て、味と形に惚れてしまった。料理同好会で見せるために写真もたくさん撮ってきたから、一緒に見ながら話をしてみるのもいいと思う。私は必ずまた日本に行くつもり。今度は両親を連れて安全で楽しい旅行がどんなものかを見せたくなったの。そしてこんなにすごい国に住みながらなんで自慢しなかったのか。桜がすごい人のように見えたよ。私だったら毎日自慢をして、この国はどうしてこんなに不便で汚いのか不満を持つと思う。フランスに比べると日本は本当に天国のような国だと言えるよと興奮しながら話していました。そしてその友達が撮ってきた実際の日本の姿を見て、私たちは快衝撃を受け、いつか必ず一度行ってみようという夢を持つようになりました。ここは私が何とかするから早く通報してください。強盗事件が絶えないメキシコで、地下鉄に乗った女性が彼らの標的になります。彼女を隅に追い込んで、カバンと所持品をすべて奪います。それでも女性を解放せず、彼女をどこかに連れて行こうとします。その瞬間、弱々しく見える東洋人男性が彼らを呼びます。滑稽な東洋人男性に近づいてくるメキシコの強盗たちは鼻で笑います。こんにちは、私はメキシコでシェアハウスを運営しているビアンカと申します。若くしてシェアハウスを運営できたのはすべて両親のおかげです。実は今私が運営しているところはもともと母が運営していたところです。うちの両親は珍しく、大学生の時に日本に留学して出会った仲です。その時日本の大学で父と母は建築を専攻しました。外国で同じ国の人に会った父と母はすぐ親しくなりました。ところが大学を卒業した後、父は祖父の事業を引き継ぐためにすぐメキシコに帰国しましたが、母は日本に残っていました。日本で就職までしたかったという母は日本が大好きで、そのまま住み続けたかったそうです。でも母と離れたくなかった父がまた日本に行って、結局は母を説得して一緒にメキシコに来たそうです。母をメキシコに連れてくる代わりに母がやりたいことをしてと言い、母の願いは綺麗な家を建てて日本人旅行客を迎える宿泊施設を運営することでした。父は母の願いを叶えてくれました。母の好きなように父と母が二人で一緒に家を建て、その時から母は宿泊業を営んでいました。近くに大きな大学があったので下宿が多かったです。その中で日本人だけを相手に運営しているところは母が唯一でした。周りからは日本人の学生が多くもないのに、そのうち潰れるだろうと言って客を選ばず迎え入れろと小言をよく言われたそうです。しかし母の意志は確固たるものでした。日本人のようにマナーが良くて親切な人はいないと思ったんです。しかし結局母の考えが正しかったです。大学が始まる頃、すべての下宿は学生でいっぱいでした。あちこちで問題が生じ始めたんです。少しでもその場から離れると物が盗まれるので、シャワー時やトイレに行く時も必ず鍵を閉めなければなりませんでした。また授業でいない時間を把握して空き部屋に入って小さな所持品まで盗まれることが起きるそうです。そのように盗まれるのでドアノブは全部壊れていて、ドアノブの修理もしょっちゅうしないといけなかったそうです。そして冷蔵庫に入れておいた他人の食べ物を盗んで食べ、干しておいた洗濯物も勝手に持っていくんです。それだけでなく、友達を連れてきて騒いだり、部屋でタバコを吸うこともよくありました。そのため、日々喧嘩している声も聞こえてきました。もともと、この町の宿泊は、何日も泊まる旅行客よりは、一学期間など、長期契約の学生を望んでいましたが、いろいろな問題が生じるので、毎日のように宿泊客が変わり、そのため、問題がもっと大きくなってしまいました。それでも宿の社長たちは、
もともと宿泊業はそのようなことはつきものだと思いながら運営していたそうです。それで町の宿泊業の社長たちは休みになって学生たちが実家に帰る日だけを待っているそうです。ところが日本人だけを受け入れていた母の下宿だけは違いました。いつも静かで綺麗だったんです。とても不思議なことに母の宿舎がオープンするという知らせに日本の学生たちが一度に集まったため何人かの学生たちは部屋を得ることができませんでした。後で聞いてみると日本の学生たちは他の下宿が大嫌いだったということです。危険でうるさくて不便でしたが仕方なくそういうところに住まなければならなかったのですが、日本人専門の宿ができたというニュースに驚いて悩みもせず走ってきたそうです。そのように母の宿舎は空き部屋がなくいっぱいになり、一度入ってきた学生たちは留学生活が終わるまで何の問題もなく過ごして日本に帰っていました。まず日本の学生は他人のものを盗むことはありません。普通宅配物の場合は母が受け取って学生が学校から帰ってきたら渡すんです。ところが日本の学生たちは誰でも宅配を代わりに受け取ってくれて直接本人に渡したりもしました。それからもし他の人の部屋のドアが開いていたらドアを閉めてくれたり、わざと部屋の中を見ないようにして通り過ぎていくんです。そして母が共用キッチンに食べ物を置くとみんな自分が食べる分だけ食べて別途こっそり持って行ったりしません。その場で食べる分だけ食べて器はきれいに整理して部屋に帰るんです。そのため1階の休憩室には学生たちが毎晩降りてきてお互いに会話を交わしながら休息を取ったりしました。大声を出したり無礼な人がいないのでみんないい雰囲気で会話をして部屋に入ったりしました。それで母の宿舎では日本の家族に休養があったり個人的な事情で出かけたりする場合でなければ誰一人悪いことで追い出された人がいないほどでした。母は日本について日本人レベルでよく知っていたし、学生たちが好きそうな日本料理も作ってくれました。それで共用キッチンには日本の調味料や食材もあったので学生たちは休みの日に誰かが代表で日本料理を作って一緒に分けて食べたりしながら過ごしました。しまいには周りの下宿の社長たちが母を羨ましがりながら自分たちも日本人学生だけを受け入れたいと言っていましたが、言葉も通じない状況で日本人だけ受け入れるわけにはいきませんでした。日本人学生たちは日本についてよく知っていて、大学まで通っていた母と話がよく通じ、いろんな会話ができることがとても気に入っていました。私たちは下宿のすぐそばに家を建てて住んでいたので、私も幼い頃から下宿に泊まっている日本人たちと親しく過ごしました。幼い私が日本語を真似すると可愛いと喜んでくれたし、私はそんな褒め言葉が大好きで、毎日お姉さんやお兄さんたちを待ちながら1階の休憩室で宿題をしたり絵も描いたりしながら時間を過ごしました。そして自然に日本語ができるようになりました。私は母の仕事がとても好きで、その仕事を引き継ぐためにホテル運営を大学の専攻で学んだりもしました。そうしながら時々日本語の勉強もして日常会話もできるようになりました。母はいつも私を下宿に呼び働かせ、学生の時はお金をもらいながら下宿で掃除や洗濯などいろんな仕事をさせてもらいました。そして大学を卒業してからは母と一緒に正式に運営に参加するようになりました。その時父がだんだん体調が悪くなり仕事を辞めなければならず、母は私に完全に宿泊業を譲って父と旅行をしながら休みたいと言ったんです。私は日本人の特徴をよく知っていたので、私が運営をするとしても相変わらず日本人専門宿泊業を継続することにしました。そして私はもっと日本の雰囲気のシェアハウスを作ってみたかったです。どうせ日本人中心の宿泊施設ならあえてメキシコの雰囲気を出す必要はないからです。私は大々的なリフォームを進めました。日本の学生たちは冬にこたつという日本文化をとても恋しく思っていることを知りました。実はメキシコは真冬でも日本ほど寒くはありません。それで1階の休憩室はラジエーターをつけて薄いカーディガンを羽織る程度で十分なんです。
しかし、1階の休憩室のソファとテーブルを片付けて、部屋に絨毯を敷きました。そして、冬にこたつを置きました。冬以外は床にクッションを置いて座ることもでき、楽に寄りかかったり、横になったりすることもできました。どうせ日本人学生ばかりだったので、彼らの好きなインテリアで飾ればいいと思ったんです。母も私の計画が気に入っていると言いました。時間が経ち、古くなった部分もあったので、良い機会でした。そのように、大々的なリフォームをして、初めて私が社長として運営することになりました。メールで、新しい学生たちの予約を受けました。最初にメールを送ってきたのは、修介という学生でした。1年間の交換留学生として、メキシコに来ることになったと話していました。自分の今の学校と、基本的な個人情報と一緒に写真を送ってきました。私たちは特別な理由がなかったので、すぐに予約を取って、1ヶ月後に修介がやってきました。すでに彼と何度も電話をしているので、すぐに馴染むことができました。それに彼は学期が始まる数週間前に、あらかじめメキシコに来て旅行をすると言ったので、まだ他の学生たちは来る前に到着しました。修介は28歳で、他の学生に比べて年上でした。学校をしばらく休学して、他の仕事をして復学したという話を聞いて、その前に何をしていたのかは聞いていません。私と年が近いので、修介と私はすぐに友達のように親しくなりました。修介は宿を見回しながら、とても気に入っていました。すでに宿の工事をする前から、写真を見ていたのですが、今回入ってみたら、完全に変わっていたということです。変わって自分が初めて入ってきたお客さんというのも光栄だと言って、和風に変わったインテリアが、とてもリラックスできて良いと言ってました。修介は2、3日ほど荷物を整理し、必要なものも買い足しながら、ゆっくり休み、私にメキシコ旅行ガイドをしてもらえるか聞いてきました。私はまだ学生たちが入ってくる時期でもないし、すでに修介とは親しくなったので、料金を取らず、ただ二人で遊びに行くつもりで、ガイドのお願いを受け入れました。私の日本語は日常会話ができるほどの実力なので、修介はすごく楽なんですよ。そして二人であちこち見物するのも面白くて、不便はありませんでした。修介はメキシコが好きなようでした。危険なところだとも知らずに、ただ楽しくて、あちこち見物に行こうと言っていました。私は絶対に6時を過ぎると、外に出歩かせませんでした。そして、裏通りは明るい真昼でも行ってはいけないと注意しました。それでも、私の街は大学のある街なので、お酒を飲んでフラフラしたり騒いだりする学生は多くても、強盗、殺人のような凶悪犯罪が多いところではありませんでした。でも、絶対油断してはいけないので、6時までと制限したのです。ここ以外の地域は、外国人の場合は、明るい昼間も気をつけるように言いました。私たちは、地下鉄に乗って、近くの観光をしました。危険なことは全く行かない方がいいと思って、早く出発して、早く家に帰りました。私たちが、午前10時頃に出発して、目的地まで行く地下鉄に乗ったのですが、通勤する人があまりいなかったので、地下鉄も閑散としていました。ところが、希望する駅に降りた瞬間、突然誰かが私たちに飛びかかって、凶器で脅して、隅に立つように言ったんです。二人組が、マスクと帽子で顔を隠したまま、ナイフで私たちを脅しました。私は、とてもびっくりして、何も言えませんでした。修介もびっくりしながら、彼らの言う通りに、隅に立ちました。彼らは、私たちにお金をくれと言い、修介は、財布にあったお金を渡しました。そういう人たちとはできれば関わらないで、お金を払って相手にしないのが一番安全な方法なんです。ところが彼らが急に私を引っ張っていこうとしたんです。修介はその瞬間、彼らの腕を掴んで私に逃げろと叫びました。そして私に逃げて通報をしろと言うんですよ。私は彼らから少し離れた後、電話をしました。その瞬間、私はとても驚くべき光景を目撃しました。そうして、二人の強盗を制圧し、しばらくすると、地下鉄にいた警察が来ました。結局強盗は捕まり、私たちは警察署に一緒に行くことになりました。警察の質問に、私が修介の通訳を引き受けたのですが、
実は、修介は、日本の伝統武術である柔道をしていました。それも選手として活躍し、大会まで出場した人でした。学校を休学して、他の仕事をしていたというのが、まさに柔道選手でした。怪我をして、これ以上選手生活ができず、それで休学していた学校に、再び復学したということです。メキシコでは、強盗は普通銃を持ち歩くので、本当に危険なんです。修介は、彼らが銃ではなく刀を持っていたので、制圧できたと謙遜しましたが、その状況を見守っていた私は、本当に修介の姿に驚きました。私たちは宿舎に戻り、両親にこのことを話しました。両親はびっくりしたら、修介に私を守ってくれて、ありがとうと何度も挨拶をしていました。そして、修介から柔道を学ぶよう説得し始めました。いろんな人を相手にする仕事をするには、護身術くらいは、習っておかないといけないと思っていたのですが、この機会に、必ず習えと、修介を説得されたんです。代わりに、宿泊費を受け取らないと言いました。私に柔道を教えてくれる費用と、強盗から私を救ってくれた、感謝の意だそうです。修介は心よく承諾し、その日以降、私たちは、朝と夕方の2時間ずつ一緒に運動をしました。毎日運動をしていると、私もすぐ柔道の魅力にはまりました。一度も考えたことがない柔道を学ぶようになるなんて、そんなことを考えると、未だに修介に感謝する気持ちになりますからね。今、修介は日本に帰りましたが、まだ私たちは親友として連絡を取り合っています。今度の休暇の時は、私が日本に直接行く予定です。いつも行ってみたかったところに行けるようになって、想像しただけでも、最近、とても幸せな時間を過ごしています。ありがとうございます。今押し寄せているあの人たちは、一体誰ですか？大雪で閉じ込められてしまい、人々は狂ったように叫び、空港は修羅場になりました。ところが、急に遠いところから、危険そうな装備を持って、彼らに向かって近づいてくる人がいます。叫んでいた人たちは怖がり、彼らの顔色を伺い始めます。怯えた彼らに近づいてきた群れの一人の男性が、大声で叫ぶと、皆、驚愕してしまいます。一体どんなお便りなのか、一度見てみましょう。こんにちは。私はスペインで航空エンジニアとして働いているナタリーと申します。私がやっている仕事はほとんど男性がする仕事なので、女性の私はこの業界でも珍しくて知られています。なぜ女性が飛行機を直すのかと非難する人もいましたし、きっとすぐに辞めるだろうと無視する先輩たちもいました。しかし、私は自分の実力で堂々と彼らに認められるようになり、今は誰も私を無視したり、むやみに接したりする人はいません。私がこんなに実力をつけることができたのは、ハヤトに出会ったからです。私は幼い頃、日本人が運営する国際学校に通っていました。両親は日本から文具の納品を受けて販売する流通業をしていましたが、当時の雰囲気は皆、未来を考えて中国を狙わなければならないとし、中国語を学ばなければならないという時代でした。しかし、私の両親だけは日本流通の仕事をしていたので、私に日本語を教えたがっていたし、日本の文化を学んで欲しかったそうです。でも、スペインで日本語や日本文化を学ぶところが特にないので、最初から日本の国際学校に行かせたんです。その学校で教える外国語の中には、日本語があって、私は当然、日本語を習いました。実は子供の頃、両親と一緒に日本に行ったこともあるので、日本語の単語をいくつか知っていました。それで日本語に関心もあり、授業時間が楽しかったです。そのせいか、友達の中で、私が一番早く日本語での会話を習得しました。そのように、何年も通い学年が上がると、特別就職プログラムを申し込むことができました。私はその時、航空エンジニア技術を申請して、授業を聞くことになりました。私の学校には、日本で航空技術研究院出身の、ハヤト先生がいたんです。同じ学校に何年間も通っていたので、以前から先生のことは知っていました。私は、昼休みに同じテーブルで食事をする機会があれば、たまに飛行機の話を聞くことができて、とても興味を感じていました。それで、早く学年が上がって、ハヤト先生の授業を受けられる機会を待っていました。
以前、日本語を一生懸命勉強していたのが、隼人先生の授業を聞くのにも大きく役に立ちました。もちろん授業は英語で行われましたが、聞き取れなかったりする部分は先生に直接聞くことができたんです。その時、英語と日本語を一緒に使って説明していただいたので、私は先生のおっしゃる意味が正確に何なのかを理解することができました。そのため、私はいつからか、隼人先生にも認められる、優秀な学生になっていました。そんなある日、ある学生が転校してきました。彼は、カンタという日本人の男子学生でした。カンタは、他の国際学校に通っていて、隼人先生の授業を受けるために、私の学校に転校してきました。それだけ隼人先生は、航空関係の分野で、すでに有名な人でした。学びたいという意志があったため、カンタと私は、授業にとても興味を感じたし、私たちが頑張る姿に、隼人先生も熱心に教えてくれました。先生は、私たちが授業時間でない時でも、尋ねて質問をすれば、一度も面倒くさがることはありませんでした。むしろ私たち二人を座らせて、まるで授業時間のように、丁寧に説明したりもしたんですよ。カンタは、日本語が上手な私とたくさん話をして、自然に私たちは、一番親しい友達になりました。その時は、学校に行くのが、とても幸せでした。気の合う友達と、一緒にやりたい勉強を思う存分できるからです。両親もカンタを知り、とても気に入っていました。カンタと日本のことを話している私の両親を見ていると、本当に楽しそうに見えて、私は心の中で、一体日本という国はどんな国に勝つの？両親はなぜあんなに日本が好きなんだろう？と疑問に思ったりしました。ところが、両親がカンタの話をしていると、日本人の特徴が何なのか見当がつきました。カンタが私の家に遊びに来て帰ったら、やっぱりカンタは日本人だねって言うんですよ。それがどういう意味なのか気になる私に、日本人は他の人と一線を引いているように、距離感が感じられる。人々はこんな姿を冷たいと言うけど、それでも助けが必要な人には、最善を尽くして助けるのが日本人だ。だから他の人と距離を置くのは、相手を不便に思わないようにするためなんだよ。冷たいというよりは、思いやりから出る行動だろう。そして、礼儀正しく親切な姿が、とても上品に見える。だから、私は日本人が本当に好きなんだ。カンタも普通の日本人みたいな性格のようだ。私たちと会うと、一度も出しゃばらず、ペコリと挨拶をするじゃないか。そして、話しながらも礼儀を守り、大人たちと話すとき、丁寧な言葉遣いをしているのを見ればわかる。だから、私たちは、あなたにカンタとずっと仲良くしてもらいたいと思っているんだよと言ってました。実は私も、カンタの行動を見て惚れたことが、何度もありました。他の男子生徒のように、ボディタッチもなく、先生たちに必要以上に親しく関わらないんです。隼人先生とも、かなり親しいですが、絶対礼儀正しく行動し、タメ口で話しているのを聞いたことがありません。そのせいか、隼人先生と、カンタの会話を聞いていると、本当にリラックスして、安心する感じがします。しかし残念ながら、カンタは国際学校を卒業した後は、日本の大学に行かなければなりませんでした。私と一緒に学校に通う日も残りわずかでした。そんな残念な気持ちが大きくなると、私がカンタが好きだということに気づきました。カンタもやはり日本に帰国するが、日が近づくにつれ寂しがっているようで、ついには私に告白してきました。カンタの告白を聞いて、私の片思いではなかったと思い嬉しかったです。しかし、日本に立つカンタの告白を受け入れるには、私はあまりにも葛藤が多かったです。私ももう学校を卒業したら、航空エンジニアの夢のために忙しくなるはずで、この状況で恋愛をするというのは、時間を無駄にする気がしたんですよ。正直、カンタがずっとそばにいるならともかく、日本にいる状態で遠距離恋愛をするというのは、精神的にすごく負担になりそうでした。それで大きな決心をして、付き合うことはしませんでした。たまにお互いに安否を尋ねようという話をして、カンタが日本に立つ前に最後に会いました。カンタも私の意見を尊重し、これ以上何も言わずに去っていきました。
カンタが去って、すべての面でとても大変でした。お互いに力になりながら勉強していたことも、すべて一人でやるというのが、簡単ではありませんでした。しかし、私はもっと頑張りました。カンタと別れてまで、仕事を選んだのですから、後で恥ずかしい思いをしたくありませんでした。そうして時は経ち、私は、スペイン最大の航空会社にエンジニアとして合格しました。もちろん一度で合格はできませんでした。私は自信がありましたが、実践はかなり違っていました。しかし、足りない部分を強化し、2回目の挑戦で、なんと最高点で合格することができました。若い女性という理由で、成績とは関係なく無視された時代を思うと悔しいですが、そんなことは、私の実力ですぐ証明できたし、それで今は認められて、良い待遇を受けながら、うまくやっているのです。特に、日本人の隼人先生に教わった技術は、誰が見ても認めるほど、精巧で繊細でした。私は、最初からそのように学んでいたので、当然のことだと思っていたのですが、実践では、私のような技術を持つ人がいなかったんです。すでに、かなりの経歴の先輩たちが、私の実力をわざわざ見に来たりもして、彼らは、私にやはり、日本人の繊細な技術力にはついていけないと言っていました。私は、隼人先生に出会ったことが、私の人生で、一番の幸運だと思いました。ところが先日、私の人生を変えるような出来事が起こりました。実は私が本当に話したいことは、これからです。先日私の国では、異常気象により、数十年ぶりに大雪が降りました。空港は、雪と雨により、臨時の対策が取られましたが、あまりの大雪に、すべてがお手上げ状態でした。離陸を準備していた飛行機は、欠航となり、飛行機に乗るために、空港に集まった乗客は皆、空港で足止めされることになりました。突然の雪で、道路は除雪されず、乗客は帰ることもできず、空港にいるしかない状況でした。空港が人でごった返すと、電力消費量が急激に増え始めました。停電になり、あちこちで問題が発生し始めました。格納庫に入れなかった飛行機は、雪のため移動できなくなり、離陸場にあった装備も、一つ二つと使えなくなっていきました。空港の電力を下げる方法で時間を稼ぎ、結局は非常電力まで回す状況になりました。空港の非常チームが招集されても、解決の兆しが見えず、事態はますます大きくなっていきました。空港の中で、乗客は寒いのに凍死させるつもりかと騒ぎ、空港側からは、電力不足で仕方がないという放送ばかりが続いていました。徐々に雪が止み始めましたが、すでにたくさん積もった大雪のせいで、どこから手をつければいいのか困っていました。ところがその時、人々の群れが来るのが見えました。私の空港の職員たちは、彼らが誰なのか、よくわかりませんでした。しかし、だんだん近づくにつれ、一番前に彼らを指揮する人が見え、私はとても驚きました。彼はなんとカンタでした。私はポカンと口を開け、彼らが近づいてくるのを見ていました。カンタは、私がここにいたことを、知ったかのように微笑んで近づき、私を抱きしめました。驚いた私を見て、緊急状況だと連絡を受けてきた。後でまた会おう。と言い、空港関係者たちと会議に入っていきました。エンジニアチームも一緒に話し合う会議なので、私もすぐについていきました。カンタは集まっている人々に緊急救助計画を話し始めました。カンタと一緒に私が卒業した学校の学生たちが一緒に来ましたが、彼らが装備を直す作業をし、連絡を受けた保護者たちと、近くの日本人街の同胞たちが、除雪作業を一緒に手伝ってくれることになったと言いました。間もなく、日本人街の人々が、どっと入ってきました。私たちは、とてもびっくりしました。彼らはまるでヒーローのように見えました。それに、除雪機も初めて見ました。日本人街に、非常時のために備えていたものは、すべて日本の北海道から空輸してきたものだそうです。そこは3メートルの雪が積もることもあるそうで、数十年ぶりに初めて大雪に見舞われたスペインとは、明らかにレベルの差がわかる除雪道具がありました。彼らが動き始めると、本当に嘘のように空港の雪が消え始めました。日本人の団結力に、本当に驚きました。代価もないことに、最善を尽くして、問題を解決するために努力する姿を見て、空港にいた乗客たちは皆、感動していました。
何人かの乗客はその様子を見て手伝うことがないか尋ねたりもしていました。日本人の姿は最悪の状況で、自己中心的だった人々までも変わらせるようでした。空港の従業員は全員投入され、空港で待機し、不安に震える乗客を落ち着かせました。エンジニアチームも海空港で空港職員の手伝いや必要な物品を運ぶ仕事をしました。そしてだんだん秩序を取り戻し始めました。時間が経つと最初に暖房が入り始めました。乗客は拍手をしながら喜び、少しずつ正常化していきました。しばらくすると私たちエンジニアチームを探す放送が流れ、私たちは格納庫に降りて、雪の中から運ばれた飛行機と装備を修繕し始めました。そして空港の除雪を終えた人たちは空港の外に行き、道路の除雪を始めました。空港で寒さに震えながら体調を崩した人が何人かいて、彼らのための救急車の通り道を確保しなければならなかったからです。空港関係者が救急隊に連絡したら、彼らは残念ながらすぐに空港まで行く方法がないと言いました。しかし空港から大通りまで全て除雪が終わったというと、救急隊は驚愕していました。今国でも手に負えない雪で、大きな道路だけでも除雪中だというのに、なぜ除雪できたのかと驚いていました。空港に到着して空港の様子を見ると、さらに驚きながら患者を連れて行ったそうです。もう空港は全てが正常に戻ってきました。私のエンジニアチームが雪の中で異常が生じていないか調べることだけが残っています。そんなにせわしなく整備していたら、カンタが私のそばに来ていました。カンタは日本でエンジニアの勉強と空港システム運営の勉強をし、今は各国の空港で実践実習の教育講師として仕事をしていると言いました。ちょうど隼人先生が退職する時だったので、退職式に出席するために前もって来ていたところ、大雪の連絡を受けたそうです。ただでさえ先生の退職式でカンタに会えると期待していた私は、カンタがどう変わったのか気になったんです。もし結婚していたらがっかりしそうだと思っていたんですが、幸いにもまだ結婚もしていないし、彼女もいないそうなんです。そして隼人先生を通じて私の様子をよく聞いていて、私が恋愛もせずに仕事だけしながら生活しているという話も聞いたと言いました。今回の訪問は先生の退職式と私にもう一度告白するための訪問だったとも言いました。でもこうやって会えて自分も本当に戸惑っていると言っていました。しかし私はこのようにカンタに出会って完全にカンタが好きになりました。そして今まで両親が何度も話していた日本人がどんな人なのかもはっきりわかるようになりました。日本という国には一度も行ったことがありませんが、私にとって日本は隼人先生とカンタと空港の恩人に会わせてくれた本当に最高の国です。私の話を聞いてくださってありがとうございます。